回は前回アップした動画を非公開にした件についてお話しさせていただきます。佐久間さんのノブロック TV でバズってるミリちゃんの口喧嘩ネタをエッグでも挑戦してみたのですが、見事に失敗してしまいました。というのは、あくまでエンタメ企画で全員本心じゃなく演技で口喧嘩対決のチャレンジをしたのですが、それが伝わりきらずに不快な思いをされる方が多数いらっしゃいまして、お叱りのコメントをいただいたので動画を非公開にさせていただきました。特にハリューが椅子を蹴るシーンとミリちゃんがハリューにお前後輩だろというシーンがあまり良くないというコメントをいただきまして、これはあくまでエンタメ企画として2人が悪い役を演じてくれていたんですっていうことだけをちょっとどうしても分かっていただきたくて、改めて動画を出させていただきました。それを編集等でうまくお伝えできなかったのはもう完全に編集部の責任になります。前回の動画を不快に感じさせてしまった方、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。一番のミスは口喧嘩を俯瞰で見てコメントを言う人がいなかったことだと思うので、見たかったのに見れなかったというお声もめちゃくちゃいただいてて、今回は改めて口喧嘩したお二人と私で動画をモニタリングしていってダメだった点を反省させていただきたいと思います。改めてこちらを演者さんの気持ちも込みで見ていただけたらと思います。それではモニタリングしていきたいと思います。こんにちは、ミリちゃんです。はい、ということで今回はですね、佐久間さんのノブロック TV で口喧嘩オーディションに出させてもらってるんですけど、マジで強いよ本当にすごいと思う。今回はレッツと口喧嘩で対マンを張っていきたいと思います。イエーイ。顔見知り同士だと超やりにくい。そうだよね、本当に。てかミリちゃんは口喧嘩がうまいっていうより多分頭の回転が速いって感じだよね。もう最初から企画なんです。本当に思いっきりやれという指示を出させてもらってます。刑事がいつもこんなんじゃないので察してほしい。本当に、いつもおかしいですよね。ケイシの時一番笑いそうになってなかった。ギャップやばすぎて、もうなんか耐えきれなかったじゃんみたいな感じで。どうした？確かにいつもめっちゃ甘々なのにえ、ミリちゃんちゃーみたいな感じで。合ってない？ OKOK、 それでいい。 OKOK、 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 無事いけ、なんか今日微妙だね。うんって、これなんかめっちゃ微妙だね。うん、それどういうこと？どういうこと？そうだなって思ったから、そうだなって言ってみた。そうだね、だからもうそれをお互い思ってるの。はにゃってなるよ。本当にはにゃすぎて。いや、できないよね。でもプロがいるの。だからこんだけ本当ミリちゃんがすごいっていうこと。普通だったらジラルみたいになるもん。すみません、本当になんか先輩先輩だって、本当にね、最初言うことがなくて、ちょっとなくてね。それもう状況もなんもないもんね、あれ設定が。そう、どこにまず突っかかろうってなって、とりあえずそこに突っかかっちゃった。すみません、本当。本当演技派の2人なんで。ちゃんとご説明できてなかったんで、結構勘違いさせちゃったかなっていうのあります。回転遅いんだよな、俺本当に。てか、こんな口喧嘩したことなくない？ない、全くないです。もうどっち、この辺しか言ってないんだけど、本当に面白くないやつひどいんだけど、まあ合ってる。頭の回転遅いのは合ってる。そう、あのね、結構面白くないんじゃないよ、つぼるんだよね。いや、これ本当ね、マジで終わり方がマジで分かんなくて、本当もうなんかもう物に当たってしまいました。すみません。いや、何で英語なの？え、いじられてるよね、それでもね。まあ、なんか滑った方が俺かなみたいな。あれ？あれ？前世はお猿さんですからね。
ちょっと間違えたな。なんか間違えたよ。もうアウトだよ。困ったのこっちなんだけど。サリアについて語っちゃおう。おかしいね、終わり方。当てなすぎる。本当に。これ無理。無理だよね。終わりましたー。私も無理だった。はい、人のことめっちゃ観察してるからこれ出るんだろうね、多分。天使はね、結構いい感じだったの。確かに、天使がいる、一番意外だったからね。天使が一番すげえ、あれだ。どうでしたか、やってみて。シンプルにきつい。はい、という動画でした、はい、で口喧嘩をお笑いにするのはもうめちゃくちゃ難しくて、いや本当に改めて佐久間さんめちゃくちゃすごい方なんだなっていう実感をしました、うん、まだ、本家見られていない方はぜひ概要欄から佐久間さんのノブロック TV ご覧ください。めちゃくちゃ面白いです。はい、見てください。ぜひ。やばい、何回か出させてもらってるよね。もうめちゃくちゃ言い回しがすごいんで、あ、こういうことしたかったんだっていうのが分かると思うんで、うん、ぜひご覧ください。お願いします。で本当にあの編集部から演技をしてくださいっていう企画だったので、まあ演技とはいえ不快に思った方は本当に改めてすいませんでした。すいませんでした。すいません。とこの動画で少しでもまあ2人への誤解が解けたらなと思います。本当にあの編集部がやってって言ったことなので、そこだけはちょっと誤解しないでいただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントの方もぜひよろしくお願いします。お願いします。それではみんな、バイバイ。じゃあねー。